まあ言いたくない内緒おしぐらい、黒髪似合う、黒髪のそういうなんかちょっとおしぐらい、え違う、なんていうの、もっと違う色、え私いい色じゃない、どんな私したことある色ない、なんかね、ブルーじゃない似合う、ロングで、違う違う、本当ですか、うん、どこで話せばいいか伸ばしたもんな、髪の毛、はい、髪の毛頑張って伸ばしたもんな、はい、伸ばしました、どんな色にするんや、それがいいよ、なんか可愛い、一回なんか飽きて、うん、飽きたこの色に、うん、髪の毛長さは、あもう伸ばすんですけど、うんうんうん、一瞬だけ、えそれ全部、うん、あでもそんなあれやで、そんな何、あ濃くはない、うん、分からん、もうでもあの美容師さんにお任せするけど、マジで、やってみようかなって、うん、一瞬新しい、はい、私は黒を今貫いているから、うん、いいんじゃないですか、意外なの、ケータリングはね食べました、いただきます、あれも美味しい、えっ、えっ、おとこのきび団子もう3つ平らげました、早いです、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、え大丈夫でしたっけ、えいらない、いらないですね、苦っ、何いらん、食べるみゆちゃんが食べるのいらないですね、うん、食べたお寿司、食べた、一緒に食べたもんな、そういいな、お手なんですよ、だってウカお仕事だったもん、うん、待ってたのよな、ありがとうございます、うん、アルバム発送メールって明日発、もうあれですね、届くから明日届く人もいるじゃないですか、火曜日って褒めてもらいます、うん、アルバム春揚げ、あーそっか、何番とか分からへん、あの曲いい曲、今さら今さら道頓堀ね尊いマジ、ゆうちゃん大好き、ありがとう、ハート500ありがとう、明日春揚げ美味しいですか、うわマングースや、吸い込まれていく、うわかわいいかわいいかわいい子だわ、そう食べながらだ、この前一緒にお寿司食べたもんね、はい、一緒に食べたもんね、食べましたね、お寿司デートしたもんね、あれはお寿司デートだったんですか、いろいろ今日も会えて嬉しかった、いろいろデートでした、いろいろデート、うん、合唱力の衣装も見に行ったもんな、ですね、チェキも届くって、うーん、どれもでも可愛かったです、何のだって、うん、あ、事前登録みたいなしてくれた方、うん、ユニバースに、ね、あー、なるほど、うん、うん、広告もね出てるみたいで、心斎橋とか梅田とか、ね、いろんなとこにあるみたいな、うん、今日も幸せだった、おじいちゃんも、うん、お腹すいた、あエビあげようか、あ、いらないですね、じゃあガリあげようか、ガリ好きやけどちょっとエビあげようか、ガリの気分食べるんやじゃないの、食べる食べるってエビ、エビ、うん、エビ食べたい、あげる、やったー、あーんしてあげる、あーあ、尻尾ついてるよ、うん、ありがとうございます、私には何をくれんの、ゆうちゃんにはじゃあタコいいよ食べる、あカニあげる、うん、あだゆうちゃんにはカニあげる、うまい、じゃカニにカニあげまーす痛いちょっと痛い、おいしい、うん、カニやのにたまぶいたまぶい、うんうん、お寿司のうまさやばい、まだ残ってないの、見に来てよ、あと何個かあったかな、猫ちゃんどれ食べたい、でももうほぼ落ちてる、分かった、じゃあいいかな、タコは何好きやったっけ、それ以外ですね、えマグロ、マグロめっちゃ食べてたな、はい、マグロあげるわ、噛み染めました、グミ食べた今グミとお寿司はちょっと相性よくないんじゃん、アワカラーの発表されたんですけどね、なぎささんとどうですか、なぎこじって美味しい、ガリ欲しい、ガリ欲しいあげよう、リーザーおから、はい、あなくなんで言うかな確かにみんなに分け与えてなくなるわ、
無理しよう先生、ま、第1弾美味しいね。今日はかりんちゃんとお寿司を食べて、たこ焼きも食べたもんな。食べた、今日たこいっぱい食べたもんね。なんかお菓子も食べたもんな。おいしい、やーおいしい、食べてます。あ、そう、ねえねえ、なんかラブラブしてる。本当だ、私も負けへんように。こっちはやめときましょう。こっちはこっちはやめときましょう。ラブラブしてるんですよ、これは、うん、YouTube をちょっとあの、なんていうの、審査みたいなのが必要なんですね。ある更新するまでに、それにちょっと時間がかかっちゃって、もういけるんですけど、明日に。やば、その体勢、何それ、見て、この差。わかります、明日。なんかすごいの、すごい形で、あ、なんかすごい、何ですか、ナンバーワン。わからへん、やっぱ私ナンバーワンだから。なんでクマ、クマっていうか、パンダなの。わからへん、パンダがなんかこうやってやってる。パンダ色、見て、パンダ色、パンダ色。確かにモノクロの、すごい、これナンバーワン。すぐ乾くし、カバンに入れても荷物慣れへんし、うん、めっちゃいい。ありがとうございます、素晴らしい、うん、やった。嬉しい、だって結構履いてくれてますよね、うん、そんな嫌。嬉しい、そんな嫌か。ちゃんと緑を選びました。ありがとう。昨日も履いてて、ナンバーワン。昨日も入ってた。何のナンバーワンなの？違うよ。イベントまたなんかあるんだね。ホワイト、ホワイトデーのイベントだよって。遊びに来て、ありがとう。ラブラブな。ああ、なんかありましたね。これ来たら頑張れるなと思ってきて。あれですか、そんな、あの、いらん。うん、昨日もレグちゃんのリクエストで練習してたから。いらんリクエストではない。あ、そういえば。いつかできんくなんねんで。来てました。こういう一瞬一瞬を大切にしないと。わかる？でも来た時間。いつ私が。なんか深いようなるのかわからない、いつ何が起こるかわからない、だからこの一瞬一瞬を大切にしないと後悔しない。あの時皆さんとラブラブしときゃよかったな、嬉しい、思うかな、ラブラブしときゃよかったって思うかな。思わんだ。ご飯行っとけばとかね。そうそうそう、だってカリンちゃん全然誘ってくれへんもん。あ、そうですね、お互いですね、それは。誘われ待ちですよね、二人とも、ね、同じテープです。ねえねえ、 NMB48 は仲がいいですねって来ました。はい、仲がいいね、伝わったようで何よりです。良かったです。でも劇場公演で見るとさらにいいですよ。そう、いい関係性が。じゃないんですよ、こじりんさん、ほら羨ましいですって、うん、こうやってもできひんともな。確かにね、やろ、それは確かにそうですね、やろ、はい、それはそうですよ、やろ、来て、うん、ほら、それはそうですよね、感触だけでも伝えましょうか。声量の差がね。声量の感触、感触、どんな感覚の、ね、じゃあ大変、ね、あ、すごい、あのおっぱいがでかくて、おっぱい当ててへんやんか、まだ全然当ててへんやん。やい、激闘ですね、本当に。心配ですね。今日の MC 面白かったって。あ、よかった、よかったです。てか、段がごちゃごちゃや。劇場ありがとうございます。来てくれて、劇場で初めてダンやりました。あ、そうや、ウーカ、うん、緊張した、よかった。大変、間違いなくコール解禁、本番直前まで、お、出来上がった、おめでとう。ちょっとソワソワしちゃうかも。素晴らしい、あの、ありがとう。あのさ、この始まる時にちょっと体、あの、体ちょっとあれやな、客席がふって暗くなるじゃないですか。その時ってなんかいつも、うん、おー、あ あ、確かに確かに、もうかりん今日そこからそれ耳が聞こえてました。マジで、そこにボケられたらマジ で、 と思ったらレイコでした。はい、曲中もあってんな。そう、はい、今日本当に、はい、あの、うん、おばあちゃん始まるあのステージ裏でも、はい、あの、え、もうカリの頭の中にコール聞こえるって思って、うんうんうん、もうほんとその耳聞こえてたの、はい、でもふと見たらレイコだった。レイコはずっと言ってたね、ずっと言ってた、ね、で曲中もなんか、あーとか、うん、よっしゃ行くぞとか、なんか聞こえるから、あ、もう聞こえる、彼の耳の中にって思ったら、ゆうみさんでした。みんななんかその、なんかちょっとだけ、なんかなんて言うんですか、その騙すのやめてください。騙してないよ。あと500ありがとうございます。あんたや、それ。騙されてるだけ。騙されてるだけや。チーム M はいつから解禁なん？まだね。決まってないね。はい、なんかね、決まってないのか。発表されてないですね。私たちは、三日間です。生誕だったかな、どうかな、うん、どうか、あ、じゃあ12や、12、10日ナンバーライティですね。そうでした、うん、
あ、じゃあ南原では感じれるんだね、うん、もうそうですね、うん、そうなんですよ。ダンシングハイのハイも楽しみだって。ダンシングハイもハイって言ってもらえるんだ。確かに。ダンシングハイハイハイ。うわー、なんか新しい、なんか正直私たちの方が新しい発見が多そう。確かに確かに。ここでコールあるんだとか、うん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 、確かにな。うわー嬉しい。あの何でしたっけ、夢中人とかもね、あのみんなで結構メンバーで言い始めたことがあるじゃないですか。あ、そうやね、なーいちゃんとか今日だったら、うん、うーうちゃんとかね、うん、ビーハッピーだけ出ていいですか、そういうのもなんかこうファンの人できるのかなとか。そうやな、嬉しいよね。青春念仏だけ出たい。めっちゃ夢中人でなんかかき声してるのって聞こえてますか。あとはいいや、あとグローリーデイズ出たい。 あの挑発のヘッドバンね。あ、やってほしい。会場したいね。会員たちがだから皆さんも煽るんですね。そう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 、これからは。あ、ハワくん、じゃあみんなファンの皆さんの声援の熱量によって彼あのど真ん中で気持ちよく踊りやすいのはレベル変えますね。ちっちゃかったらもういや分かりやすい下で分かりやすい、よかったらもうやば、分かりやすい、かっこよく決める。あなたね、あそこね、後ろに変化するやつは思わちゃうから今日見ました。3年やな、やっと私は3年ぐらいいるよ。ニコニコで逆にやってみました。ゆめさんは逆にファンの皆さんに顔が見える方向でこうやってやってるから、だからもう余計に読み通すよ。でもね、こいつはいっぱい特殊なコールがあるから。ユミンが2期、私2期で、ね、ファンの皆さんとヘドバンできる日もいつか来るかもしれないです、ね、あーいいなー、みんなでせーな。もちろんめっちゃおもろそうだけど、いいやん。ちょっとさ、控えめな人はさ、うん、かわいい。それはそれで嬉しいよ、ね、やってくれてるだけで。でもなんか今日あの公演らしいの、前の公演やったやんか、ね、うんうん、次来た時に言いたくなるようにめっちゃヘドバン頑張った。あー、そうだね。あー、確かに確かに。もう私はずっと言いたかったから。わかる。うん、なんか遠いから聞いてないって言わない。ほんまコジリンな。めっちゃ好きだ。聞いて、聞いて、コジリン。はい、だって今日何回やった。いやマジでちょっと本当に今日は聞いてなかった。ほんまにちょっとルームス取ったんで私たちに、ね、ルームスハイテンションの、あ、ルームスか、ルームスの動画、裏の動画撮ったんで、マジ編集して載せるんで見てください、ね、いやもう本当に聞いてなかったですマジ。いやでも正直私は仕事してたから、いろいろね予定が、ちょっと待って、やらなきゃいけない、気長に待ってるし、仕事する前に何回かあったやんな、普通に喋っても。もありましたか。あったよ、いろいろあるんです。えこういうやり取りをずっとしてました、公演前から。でこうな、カメラ回したり、カメラ回したりさ、うちらな面白くないしね、面白くないし、真面目な話しちゃうし。レイコちゃんも2画面で楽しんでるんや、遊びに来たよ。お、2期のダンス名人の石田ゆみさんで、あ、石田ゆみさんです。覚えましたかな。ありがとう、覚えてくれて。あ、忘れてた。何、うん、最悪や。自己紹介のね、キャッチフレーズの動画前撮ったじゃないですか、うんうん、あれ手拍子バージョンやったから、あ、もう一回改めて撮りたかったのに、ゆうかさん。私のユリスキンの動画を見ながら覚えました。まだふうわと坂田も撮りたかった。あのアミアヤ大事に育てるところに来た。可愛かったな、あれは。マジで可愛い、本当に。今日も、ね、会えたんですね。次の N、アミちゃんに。コマフォローしてくれ、ありがとう。出てないですね。ほっぺたが赤いんですね、天然チームみたいな。赤ちゃんは本当にさっき生まれたよね、みたいな顔してる。確かに。本当に可愛い。あ、みちゃん、こんばんは、お疲れ様です。お疲れ。お母さんになっちゃう。今日誰よりも。ほら、公演中、かりんちゃんの後ろを向いてる時の顔がいつも気になる。指さしたよ、確かに見えないですもんね。いろんな顔してます。みんな最後の方、誰も手を挙げてへんから。終わっとれないかってなりました。最後が良かったな。もう食べちゃいそう。選ばれたかった。君ココナを思い出します。アミちゃんを見てた。公演終わり、アミちゃんに今日の締め駆けつけに行ったらアミちゃんに3歩下がりました。かわいい、かわいい、かわいい。私はさ、もう下がらんで。いや、気づいてないだけです、3歩ぐらい。かわいい。でもなんかこう先生ね、そのようにかわいい、かわいい、本当にかわいい。ちょっと嫌がる感じ、本当にココナにそっくり。あ、そうなんや。心の中では、うん、なんこのこの女って思っていた。そんな思われたら選ばれたのは。もうかわいい、ちょっと本当に受け取れて幸せでした。楽しい、やっぱなんかいつもと公園出てない人と。こんなに聞かれてても思い出す。でも同期だったからここのは。あ、だよね。先輩としてああいうこう可愛がるのはちょっと久しぶり、初めてなので。生き生きしてました。ゆうかも生き生きしてた。
たまらんな、今日やばかったな、今日やばかった、もう本当にやばかった劇場におるのにカミタンが練習しに来てて、よかったです。でメイクしてたやんか、あ、腰に合ってないな、私がテレビ電話しましたね、劇場にいるのに。よかった、だって M だもんね。ん、 M なのね。 M、 あ、ガールズペディア買ったよ、やって、ありがとう、ありがとうございます。爆乳と美脚のね横からなんですごい、あの今日はごちそうさまですっていう感じで、あの腕もうちょっと後ろにしてもらっていいですか。ああ、ありがとうございます、すごいな、おっぱい。そう、絶対に聞けるの、聞けるな、ちゃんに当てるやつ。いやー、それはもうコナタを食べるから、ね、全員やっちゃうかな、アミタンも食べる、アミタンですよね、しかもアミタンって、うん、そう、ね、いやもう私はこういうのは突っ込みたくないから、のびのびやりたい。ゆうちゃん、その格好寒くない？寒くないや。何してんねん。お腹出てるよ、でも。出してんねん。彼女もまた特別に。みんなしてんねん。出してんねん、おもろい。してんねん。ゆうちゃん、出してんの？そういうとこある。そう。どういうこと？あそこから、こんな感じで。ここはないさ。なんか、なぎささんとかもさ。ゆうちゃん、全部その中出してんの？いや、出してんねん。全部それで返す。でもみんな触れたくなるっていうことは気になってんねやろな。なりますよ、それ。いや、なるやろ、そんな出してたら。だから出していく。これからも変わらず出していきます。ツッコミ代わりにやってくれる？じゃあそろそろ終わりたいと思います。え、ジョンとか生で見てくれてありがとうございます。ゆっくりやりますね。応援がめちゃめちゃ力になります。そう、いや、下から見た方がいい。ナングラはちょっとまたします。10日まででしょ。じゃあランキング発表します。私もランキング発表します。13位ふみかちゃん、私たちも行ってきたよ、ふみかゆうきも乗ってきたよ、マジで公演中くしゃみしまくった。写真送ってください。10ゆずちゃん、9ゆりりん、8くもすけ、バイバイ。7ジュニアさん、バイバイ。送るわ。ジュニアさん、6くるみちゃん、世界一セクシーなプロデューサー。3位まきちゃん、2位たいきちゃん、内りょうたろうくん、ありがとう。ゆうかが乗せてから乗せろ。ペコリしました。あ、ペコリなの、なんかったな。じゃランキングします。ランキング読みます。13位ゆうりちゃん、12位エイティさん、11位レイナさん、10位チャミさん、9位ちなっちゃん、8位くりちゃん、7位まおちゃん、6位きのぴおさん、5位しげやん、4位しゅうかちゃん、3位きーちゃん、2位みゆねーちゃん、1位はみーちゃんでした。ありがとう。そう、下から見た方がかわいいってきた。ありがとう。ありがとう。うん、ってことで、皆さん、バイバーイ。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 